吉田勤派遣動画チャンネルの吉田勤です。今日は10月8日台風、朝は台風の襲来ということで、強い風が吹いたり、この長い雨が続きました。そうした状況でこの JR 横浜線をはじめこの JR 線、大きな混乱を示したところです。今回の台風の襲来の時に相対的に私鉄の方はこの遅れなどやこの欠便などが少なかったのに比べて JR が多かったということで、この違いというものが際立ったところでした。その理由にこの JR の場合は陸橋などのところや橋なので、この風が強くなるとスピードを緩めた、あるいはストップさせたということが明らかになりました。以前の事故の教訓によるものです。そうしたものをまた状況を見て調べに行きたいと思います。ところで今 JR 横浜線成瀬駅にこの上り電車が入ってきたところです。この時間帯になりますと十分にこの帝国で通って参ってきているわけでありますが、今日は JR 線夕方までいろんな形でこの混乱が起きておったところがあったわけであります。 JR 横浜線成瀬駅から今日の一日の終わりにご案内しました。終わります。吉田勤派遣動画チャンネルの吉田勤でした。